にちは、金島みどりです。どうもこんにちは、エグスさんこと山口智光です。今回ですね、恒例となりましたクリスマスコンサート冬の絵本なんですけれども、今年の冬の絵本2015のゲストはグッサンこと山口智光さんにお越しいただくことになりました。どうもこの度お邪魔いたします。非常にもう自分の、なんでしょうね、普段の仕事であったりとか生活の中ではこうそんなにこうですね、なんでしょうね、初めての経験といいますか、あんまり大環境、クラシックスタイルなんでね、まあ、すごくいい意味での緊張しておりますね。で今回はちょっと歌わせていただくということで、ましてはそのオーケストラ、そうですね、その前で歌わせていただくということで、非常にこうなんかどうなっていくんだろうなというふうに、ワクワクしております。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さん、そして千住明さんの音楽監督の下で、今回あの音楽歌いながら、そしてまたクリスマスの男性女性のすごくリアルな、あの恋の物語も皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。音楽とそして、お話と大人も子どもも楽しめるコンサートです。12月22日火曜日、6時半から隅田トリフォニーホールにて皆さんお待ちしています。どうぞいらっしゃってください。お待ちしております。お待ちしています。